T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。さあ起きてゲイル。今日も頑張っていきましょう。ガーネットに頼まれた子守で、あ、見つけた。かくれんぼしようって話だよね。はい。5人の子供たちと遊びます。まずは1人目。ここはこうすれば取れたのですね。ずっと気になってました。そしてこちら側は前回ほぼお見せしてませんが、じっくり探索は済ませてあります。ここの床屋さんとか仕立て屋さんとかはお見せしましたね。そうだ、ポケットを増やしてもらったね。せっかくなので髪色をリサと同じにしましょう。赤にしてもらったばかりでもったいないですけど、ワインを買うための ID カードと見せなければなりません。顔は似ているんだね。パッと見ではわからないくらいなのかもな。結構探しているんですが見つからず、こちらのイベントを進めています。ふむ、買えちゃったよ。多分未成年だよね。この世界ではそこまで厳しくないのでしょう。そもそもリサが ID を持っているわけですし。確かに。でもそれも偽造の疑いはあるけどね。それはあった。ということでわからなくてヒントを聞いたらあっさり見つかったので、ここからは遠慮せず。そういえば蝶々大好きとか言ってたな。見えてたね。さすがにここにいるとは思わなくて探さなかったな。警備がだる。きっと今までもよく忍び込んでたんだろうな。お、遠距離武器といえば、ここに的当てゲーム屋さんがあります。パチンコで一回試してみたのですが、まあ難しくて。あ、落ちたらダメなのか。武器屋にあったクロスボウを買ってからにしようと思ってます。景品のふりして隠れてた。これは気づかなかった。吹き出しが出なければ見つけられないかも。お、それは井戸だな。井戸は西と東に2つあります。こちらはたまに人の声が聞こえて怖いとおじさんが言っていたので、多分ここにいるな。こんなところによく行くね。子供は怖いもの知らずですよね。大人になると逆に怖くなっていけなくなります。子供の時は大人はもっとすごいと思ってたけどね。危険を知った分無茶はできなくなりますね。子供の方がよっぽど冒険者です。言えてる。いた。こっちこそびっくりです。危ない人に見つかったらどうするんだ。ほんとね。まあ旗から見ると十分危ない人だから近寄りがたいかもしれないけど。あちょ、これで全員だな。ありがとうございます。前回カットしてますが、爆弾やアダルさんの家には行っています。どういたしまして。こちらも楽しかったよ。名前を覚えなくても大丈夫だったね。必死に覚えたけどな。でもおかげでもう仲良しの気分です。まさかそんなのと戦うんじゃないだろうな。頭を捕まえるんでしょ。ほんとかも。怖いな。さて、じゃあワインを渡して話してもらおうか。確か南西にあるんでしたね。危ない場所みたいね。本当にそこに行くの？いきなり始めてるけど。ふーん、
ちょっと待ってよ。まずギアリングに登録して。模様を覚えればいいのかな。上が赤丸。はいはい、わかりました。やっぱりこれだったか。さっきの目印がある場所でこの曲を吹けば扉が開くのね。毎回こうなるのか。なんかいいな。左、下、上、右、上の順番です。確か井戸の中にもあったんだよな。いきなり落ちないで。気持ちが流行って。あった。曲で開くのはすごいね。どういう仕掛けなんだろう。ちょっと待てよ。もしやウロボロスのアジトじゃないだろうな。十分ありえるよ。うん。うわ。罠か。それかお宝が隠してあるとか。そうかもね。だってアジトは砂漠にあるという話だもんな。まさかここから通じているわけじゃないだろうし。いきなり難しいね。あぶ。お気づきかと思いますが、この辺の訪れがひどいですが、ちょっと直すのが難しかったのでこのままでごめんなさい。ふう、やっとだ。まだ？うわ。これはひどい。だいぶカットしましたが、なんとここでほとんどの食べ物を食べてしまいました。落ち着けばどうということないのに、完全にハマってしまいましたよ。お宝だったね。へえ。さて、ここがアダルの家です。こんな感じで壊せそうな岩が多く、扉に鍵がかかっていたのでカットしましたが、どうやらそれがフラグになってたみたいですね。ここを開けてくれたのね。だから有無を言わさず寝ないで。おじさんくさい。まったく。うわ、多いな。でも全部読みますね。シェルター。宇宙人と関係がありそうだな。エメラルド色の髪の女の人って、確かウロボロス同僚がそんな見た目だったような。やっぱりそうか、頭は女性だったのか。最初は惚れていると思ったのね。大量の爆弾を渡したら大変なことになったんだな。あ、右に爆弾。
これでだいぶやれることが増えたぞ。何？これも何かに繋がりそうだけどお金がない。今までもこういう岩ってあったよね。はい、ここに来るまでの橋にも大量にありましたし、なんなら最初のカエルの寺院にもありましたね。あ、そうだ。また機会があれば戻ってみましょう。まずはこの辺を壊してみます。危ないな。崩れて出れなくならないよね。現実だと大変危険なことですよ。さっき日記にあった洞窟ってここではないのかな。巨大な鉄の扉があるって書いてあったね。目印に赤い宝箱ってあったし、今のかと思ったけど扉は見当たらないな。そんなダメージで済んでよかった。案内は普通なら即死だよね。え、岩が軽い。特に何かあるわけではないのか。これだけか。下にサソリいますね。ダメだったか。まあいいや。お、これってどうやら換金アイテムみたい。ただまだどこで換金できるかわかりませんけど、買い取ってくれる場所があるんだね。何やってるの？名前不登場め。やめなって。ということでまた別の日。だいぶいろいろ探索をしました。ここは、例のカエル寺院です。ここに来るまでもいろんなことがありましたが、その中でも大きい変化はまずこれかな。ほら、釣り竿。はい、魚釣りができるようになりました。これもまた後でお見せしますね。そしてボムを手に入れたので、この寺院にあった岩を壊していこうかと思います。まだ謎が隠されていそうですよ。そうだね。例えばここを壊せば大幅なショートカットになりますね。反対側から見えたね。あの時も壊せれば楽に戻ってこれたわけです。お、また出た。多分ランダムなんだろうな。何？増やしたけどやっぱりまだ足りない。アヒル。はい、とある場所で買っちゃいました。またいずれそこに行きますね。これはまだ取っておきたいし、仕方ない、これを食べちゃおう。このゲーム、実は思った以上にお金が足りません。そうなんだ、結構集まると思ったけど。宝箱でもよくて30リンくらいだし、敵は一桁くらいしか落とさないし、まとまって手に入れる手段があまりない気がします。なので売れると書いてある鉱石は大事にしたいですね。なるほどね。ということで新しいエリアです。ここは完全に来れなかったからね。明かりがついた。まず反対側から見るか。
壊してくれた。こういうところで手に入るお金もバカにならないのね。そうなんです。二つ。でも隙間がないから前使った手段は無理だな。壺をどかすやつね。何か見逃してる。これだけボロボロじゃ壊せそうね。なるほど、そういうことか。はいはい、これで取れるね。確か宝珠があと2つ必要だから、これであと1個ってことだな。まだ奥に続いてたもんね。ここに部屋と、お、これも壊せるな。はいはい、近づけばわかりやすいね。これか。ムーンストーンもきっと集めておいた方がいいのだろうな。さてと。びっくりした、立てるのか。はぁ、ボス。本気で一緒じゃない？ちょっと待ってー。しかも強さまで一緒だぞ。そんな、心の準備がまだなんだけど。また暗くなっちゃうし。ちょっと待ってくれー。焦ってるねー。ちょっと待ってくださいよ。気のせいじゃないよな。なんか見たいるように見えたんだけど。痛いって。間違いなく二人いるね。嘘でしょ。いや無理だこれ。私を逃がしてちょうだい。あ、今登れたな。別に倒さなくても逃げることはできるのか。それなら少し安心。ってまさか。ボムは水で消えてるな。爆発しないね。もう絶対無理だ。せめて異物特殊を買ってからじゃないと。そうね、それからでも遅くはないかも。ひどい目に遭いました。まだ謎解きか。これはさすがに無理だよな。また壊れない壺があるし、スイッチがあるね。ありました。なるほど、足場をね。え、あ、そういうこと。これを上から落とせと。うまくあの上に置ける。やるしかありません。出た。やるじゃない。ふう、これで2個目ということで、もう進めますね。あと1つあれ、これじゃなかったっけ。それは確かもう入れたよ。そうだっけ。こっちか。よし。そうだ、ちょっとだけ釣りをお見せしましょうか。こうやって投げると、近くの魚が寄ってきて。フィッシュ。あとはゲージに合わせるだけ。なるほど。釣りの達人にも実はあったので、また後で会いに行きますね。いろいろやってるんだね。思った以上に作業しています。これは大きい魚を釣って焼いたものです。回復量が大きいね。
釣りさえすればいくらでも手に入りますね。まあ少し難しいですが。まだ謎解きがあるんだ。宝珠があるってことはまだ先があるんだな。思った以上に大変だぞここ。ふむ。登りながらスイッチを押す必要があるのか。この状態で例えばボムとかでスイッチが押せれば。そういうことね。ただ角度的に難しいな。逆の方がいいか。とまあいろいろ試しましたが無理っぽいです。どうやら進めるのもここまでかな。え？ボス？マジかよ。まあどんなものか見てみるか。せっかくボムもあることだし。なんか顔壊せそうだもんね。うん、失敗。違う口に入れるタイプか。はぁ、めっちゃ吹っ飛んだんだけど。ダメージがすごい。口を開けないし。なんてことだ。開けた。そして一緒に入った。また優しく諭された。多分レベルというか進行具合が足りてないので、あそこはまた後にします。ということで一旦家に戻って、ここまでに起きたことをもう少しお見せしますね。ね。釣りはいいでしょ？そうそう、バッジもいくつか。この二つは時間かけてもう取っちゃいました。適当にエンカウントして逃げてを繰り返し、そしてさっきの硬い芋虫相手に、ひたすらため攻撃を当ててました。なるほどね。そしてこの人、もう救えますね。そうだいたねー。お見せするためにあえてスルーしてました。やっぱり研究者でしょ。テレポーテーション。例のワープ装置があった場所かな。研究所みたいなのがあったよね。レイヤーですか？まだ聞かないな。湖畔のラボには心当たりがあるけど。この人も緑の髪なんだよな。まさか盗賊団の頭じゃないでしょ。違うとは思いますけどね。あ、ちなみにここのアイテムももう取ってます。ほら湖畔のラボ。でも名前が違うね。しかし看板の顔があの人っぽいし、多分関係はありそう。そしてここにある港町。ここも実はもう一回来てます。そんなに進めてたんだね。そしてこの下にいるのが釣りの師匠です。釣りの基本的なことを教えてくれました。そういうことです。ここはどうやらストーリーに必須の場所みたいなので、多分後できます。そうだ、これも。ほら、これがあれば泳げそうなんですよ。完全に浮き輪だね。いつか欲しい一品です。
なぜ遺跡まで戻っていたかというと、ここでベリークループを売りたかったから。そうか、高く買い取ってくれるんだよね。頑張って4つ集めて25輪か。距離があるし効率はめっちゃ悪いな。とまあそんなところです。長くなったので今日はここまで。次回もまたお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。